申します。よろしくお願いします。失礼して座って、お話しします。これから、歌う、曲は、雲の上までというオリジナルの曲です。夜中にふらふらと家の前をお散歩してたんですけど、その時に綺麗な月があって、そこにふわっと雲がかかって、あ、素敵だなって思いながら、あ、この雲の上には私の大好きな人たちがいっぱいいるんだな、会いたいな、会えたらいいなって思うことで作った曲です。雲の上まで聴いてください。Thank you.
作った曲なんですけれども、時を感じてという曲なんですが、私の父のことを思って書きました。もうちょっと大病を患ってしまって、なんでしょうね、だんだんこう忘れていってしまう病気なんですけれども、その父の辛さとか、あと母の思いや私の思いも全部ひっくるめてこの歌にしてみました。時を感じて聴いてください。ごめんなさい。大丈夫。